皆さんこんにちはイネビタブル TV のお時間です Google の松田と申しますよろしくお願いしますこの番組ではインターネットの次に来る不可避な流れをテーマにその分野のエキスパートとともに今後のトレンドを探っていく番組ですさて今回はエンターテック最前線をテーマにお送りします早速ですがゲストスピーカーをご紹介しますパレードオール株式会社の鈴木さんですこんにちは カレードオールのエンターテックアクセルレ,レーターをやっております鈴木貴之と申します今日はよろしくお願いしますよろしくお願いします、えー、では今日はですね主に3つの内容についてお話ししていただけたらと思います、えー、まず最初にですねエンターテックというものはそもそも何か、えー、それから2番目にエンターテックが注目する今後のテクノロジーについて、えー、そして最後にエンターテックの今後の展望という3点についてお話ししていただけたらと思います ではまず初めにです、ね、エンターテックというものについてなんですけれどもこれですねあのまだあまり聞き慣れない方も多いかと思うんですけれどもえどういったものになるんでしょうかエンターテックとは、はい。実はエンターテックという言葉は私が作りましたお<ー>でこれはエンターテイメントとテクノロジーを合わせた言葉になります。はい、で実は意識し 意識はしてないんですけれども、まあ、エンターテインメントっていうのは常々そのテクノロジーでどんどんアップデートをされてそのアートフォームだったりとかカルチャーが常に変わってるんですね例えば昔の蓄音機レコードプレーヤーあとウォークマンなんかもそうですし、うん、まあ最新はやっぱりスマートフォンですよねとそういったところの結びつきをエンターテックという言葉で可視化してより積極的に活用して音楽の、えー 音楽だったりエンターテインメントのエコシステムをまあよりリッチにしたいということでこの言葉を作りましたうーん、なるほどですねその鈴木さんのバックグラウンドとして音楽というのがありましてそれに技術を組み合わせて何か新しいものを作っていこうとそういった もともとキャリアの最初があの通信カラオケでしたので、まあ、その時から通信とカラオケとまあ、さにテクノロジーとエンターテインメントの両輪でお仕事をさせていただきまして、まあ、直前では、えー、ユニバーサルミュージックというレコード会社で音楽配信の、まあ、事業責任者をやらせていただいたということで、えー、アーティストと向き合いつつ、えーまあ、Google さんとか他のプラットフォーム企業デジタルメディアソーシャルメディアという、えー、方々とお仕事をさせていただいてました。 そそうしまますとその、まあ、エンターテックっていうそのもの自体はまあ昔からあったもので、えー、その時代時代に応じて進化してきたというかうかそですね、はい、まさにそのエンターテインメントとテクノロジーの結びつきを可視化することでよりこう勢いを埋めないかということがありましてまあ、世の中ではフィンテックとかあとアドテックみたいな形でまあ広告とテクノロジー 金融とテクノロジー、まあ、その組み合わせが、まあ、フィンテックという言葉で、まあ、シンプルで表されることでうん、うん、例えばメガバンクさんがなんかフィンテックって流行ってるらしいからうちもやんなきゃいけないかなというような、まあ、雰囲気をまさに生み出すためのキーワードとも言えると思います、うん、なるほどそこでそのエンターテックっていうキーワードを作り出すことでじゃあエンターテックやってみようと。 今のエンターテックは何かこれからは何かという話ができるというそうですね今まさにエンターテインメントを届けるにしてもテクノロジーが絡まないことはないと思うんですね。うんうん、そのデジタル音楽配信デジタル映像配信は、えー、当たり前にせよ例えば CD を買うのにもググったりアマゾンで買ったりソーシャルメディアで情報を得たりということでまさにそういった環境においてはテクノロジーを使わない方が逆にもったいないというふうに言えると思います。うんうん、なるほどでですすすねねそうしますとです、ねえー、今 エンターテテクが注目するテクノロジーこれからはこの技術を使っていけばうまくいきそうだというそうした分野についてお話ししていただけますでしょうか。はいそれでは、えっと、エンターテックでいうと今まさに盛り上がりつつあるのがストリーミングサービスうん、うん、例えば音楽でいうと Spotify とか、はい、AWA とか、はい、映像でいうと Netflix とか。 えー、フールみたいな、えー、サービスのことですが、うん、まあこういった、あのー、ストリーミングサービスもやはり背景にはまずはスマホの普及があり、うん、そして高速通信ネットワークの普及さらにアルゴリズムによるるレコメンンデーションとといいうものがあると思います例えば Spotify をとっても、えー、好きな曲この曲を聴いたらあなたはこの曲も好きだと思います。 ここの曲も好きだととと思いいますすうででどんどんんんレコメンドをしてくれるんですねうん、うん、でその背景には、えー、今までの視聴いろんなユーザーの視聴データだったりとかその楽曲と楽曲のつながりを表すデータをうまくマッチングをさせて、まあ、それを機械学習のように、えー、分析することで最適なマッチングを常にこう提案してくれるとうん、うん、そうするとこのストリーミングサービス、まあ、大体3,000万曲か4,000万曲あると言われてますけれどもそれをどんどん聴きたくなってしまうというふうになってくると。こ、うんうん、このの曲曲が好好ききな人はこの曲も好きであるとか まあその友達同士で同じ曲が多分好きであろうとかそうした分析ができるということですね。まさにそういったことがあるがおかげでストリーミングサービスが、まあ、グローバルでそこを普及してまして、えー、と世界の音楽市場だと過半数が今ストリーミングサービスというふうな数字になっています。で、うん、ですので えー、日本ではまだまだあの普及の速度というのはこれからなんですけれども、まあ、このストリーミングサービスというのは非常にこれから盛り上がるまだまだ盛り上がる余地があるというふうに思いますうん、うん、あ日本でもこれからこの先ストリーミングの比率が上がっていくというそうですね、はい、みんながストリーミングをさらに楽しむようになるんじゃないかなというふうに思っています、はい、でもう一個が、えー、と例えば動画 SNS ですね、うん、で例えば TikTok なんていうのが今,まで,今ではあの日本でもかなり流行ってますけれども、はい、あれもええー 単純にこう遊ぶっていう裏側にはいろんなテクノロジーがあの隠されていて例えば動画と音楽をシンクロさせたりとかあとフィルターこれも AI を多分使ったフィルターとかもありますしさらに洗練された UIUX、はい、この辺もやはりテクノロジーの賜物ということでアプリがむちゃくちゃ使いやすいですよね、はい、そうですねあれもなんかあのそういったテクノロジーの凝縮したものを、まあ、それこそ若い子たちが楽しく遊んでるっていうのが。はい 意識はしてないんだけれども、やはりその背後には膨大なテクノロジーがあるということで、エンターテックという言葉を使って、はいでまあ、例えばアーティストと関わる、えー、方々とか、クリエイターの方々が、そこにどんどんこう積極的に参加していくような、そういうう世界観を目指してますうんうん、うん、そうですね、TikTok を使って、なんていうんでしょうね、全く新しい遊びが作り出されて。 そうですよね、はい、まあ最近だとあの雨のフィルターとかもすすごくいいですよね雨がザーッと降ってるんですけど、はい、それをこう手のひらでパッとやると雨がポケット止まるとおかっこいいです、ね、かあれもまさにマトリックスのキ,あのキアヌ・リーブスみたいになった気分なんですけれども、まあ、それもやっぱり、えー、画像認識で手のひらをちゃんと認識をしてそこでフィルターで止めるというような高度な多分テクノロジーが使われているんじゃないかと推察するんですけれどもうん、うん、そういったものが。 えー、今では楽しい遊びになっているというところが、うん、まさにエンターテックの,、はい、あの特徴かなと思いやりたいことがあってそれを裏付けする技術があって、はい、実現できているというものですねそうし通りですね、はいえー、そうしますと例えば他にどういった分野でありますでしょうか、はい、最近だとあの人工知能 AI もあのエンターテインメントにどんどん、えー、活用されている事例が出てきました、うんえー、一つ今注目されしているのはあのトリラーというアプリがありますでこれは AI でミュージックビデオを簡単にに撮れるアプリになりますでこれもですね、あのーまあ、TikTok はどっちかというとこう短い遊びの動画を撮るアプリなんですけれども t r i l l a はよりこう本格的にミュ,ージックミュージックビデオを撮るアプリになります、はい、ただそれもすごく簡単でして、まあ、音楽を選んでだいたいミュージックビデオの構成もそうなんですけど例えばバンドがいるとしたら、まあ、ボーカルのアップを撮ってバンドの全体像を撮って。 で、あと、ギターとベースとかを取るみたいな、うんうん、あとはちょっと、こう、草原のシーンとかを取っていく。っいうのを、D.、えー、v. 的な感じですよね。はい、それの後はで編集するというような。はい、あの、流れだと思うんですけども、それを、かと、全部取っておくと、その音楽の、ビートとか、あと、盛り上がりに合わせて、自動的に、こう、編集をしてくれるというようなアプリになります。はい。それ、音楽は、もう、元からある、なんでしょう、楽曲があるんですか。そうですね。あとは、あの、アーティストであれば、自分で、自分の楽曲を使うこともできるようです。うんうん なるほどですねでそれにこう演奏してるのを合わせて撮ってそうですねやはり、あのーまあ、いわゆる先ほど紹介したの動画 SNS だと、まああのー、なかなかこう編集だったりとかフィルターかけるっていうのもよりテクニックが必要な形になっているんですけれども、えー、トリリアの場合は本当にカットごとの動画を撮っていくだけであとはもう勝手に編集してくれると, <laughs> というようなところが、まあ、AI 活用の,あの非常にいい あの例としてまあ、うん、エンターテックとして言えるのではないかなと思います面白いですねトリラー名前もいいですねトリラー多分スリーダ <laughs> ーとかけてるのが <laughs> トリラーいうことでなるほどですね、えー、ではあとはどうでしょうかね例えば AR であるとか VR であるとか、はい、そういった分野についてもエンターテック的な活用例というのはあるんでしょうか、はい、まさに、えー、今 AR でいうとあのー。 プラットフォーム企業が AR のテクノロジーをスマホの OS に搭載してきたこともあって、どんどんまた盛り上がっている時期だと思いますうん、うん、AR コアとか AR キットとかですね、はいそうです、ね。で、実は2012年にあの、まあ、有名なアーティストローリングストーンズがえっ、ー、とがニューアルバムを出すときにも、私、AR キャンペーンの,あのちょっとリードをやってまして、浅草のスカイツリーを。 浅草からスカイツリーを、えー、スマホでかざすと AR のキャラクターが出てくるということだやったんですけども、はいまあ、そういったところを得てより今は皆さんが使ってもらえるようになったのであのそれが非常にあの面白い形になるかなと思っていますで一つ事例としては、まあ、前回の、えー、イベントでもご紹介したんですけどもジュニパー・ジョーンズというアーティストが、えー、ステージの,あの、まあ、前段ですねライブが始まるこう導入部分に みんなでスマホをかざすとみんなが見てるこうスマホの画面にこう宇宙船がこうバーッと出てくるとあ<ー>それが AR で宇宙船が出てくる宇宙船が、えー、導入部分に合わせてステージに着陸をすると実際のメンバーが出てきて演奏を始めるというようなことも <laughs>、はいまあ、まさに最新の AR 技術の賜物かなと思うんですけど。お それ実際にはどうやって出てきてるんですか、こう階段から出てくるような感じですか、た多分ステージの下から、ボンって出てくるかなって思うんですけど、そういった演出があの、ね、今後、ライブとかフェスティバルでも多くなってくるのかなという,い,す、ね、いうふうにやはりその始まる前の盛り上げをどうするかっていうのは、常にあのアーティスト側だったりとか演出側もう考えてるところなので、うん、そこに AR って非常にぴったりな技術かなと思います。うん面白いですね、はいはい 2020年、ですね東京オリンピックになりますけれども、そこでその 5G ですね、より高速なそのスマートフォンのモバイルネットワーク通信というのが来るのではないかと言われていますが、それはそのエンターテックについて、何か影響はありますでしょうかはいまさにまた 5G でエンターテイメントが大きく変わると考えています。というのも、ですねこれちょっとざっくりとした分類になるんですけれども、今までも例えば 2G。 で着メロが始まり 3G で音楽ダウンロードが始まり 4G で音楽ストリーミングというようなまさに通信方式がどんどんアップデートすることにやはりエンターテインメントも大きく変わってきてで地上が生まれてくるというような今流れが来ているのでこれが 5G でも必ず起こるといいううふうに思っていますこれどうなりますでしょうか例えば 5G ですとその帯域がすごく広くなるであるとか。 基地局へのレイテンシーですねすぐ基地局にこう通信できるであるとかですねそのご家庭の w i f i ネットワークを置き換えるものが 5G であると言われてるんですがどういうい未来を予想されますか、はい、最近 5G 時代のエンターテインメントということに非常に考えを巡らせておりましてうん、うん、技術の組み合わせとしては 5G のネットワークがありそこに XRVRARMR あと AI そして裏側でブロックチェーンうん、うん、この3つが 5G ネットワークの上に乗っかることで新しいエンターテインメントが生まれてくるというふうに考えてますああなるほどですね今までお話しされた MR であるとか今あるものが 5G に乗ってきてより新しいものができるのではないかはいでそこで大きな流れとしてはやはりライブエンターテインメントここは今まで、あのー、音楽ストリーミングとは違って えー、複製できない、えー、追体験できないというふうに言われてましたが <laughs> まあこれが 5G 時代のエンターテインメントになると追体験ができたりとか、えー、と遠隔からでも楽しめたりとかあまあそういったことが起こるんではないかなというふうに思ってます。はいはい、でそれの、あのー、今まさに起こ,起こり始めてることも、あのー、かなり多くなってきてましてちょうどあの先日あの8月31日は、まあ、それが実は世界的にそういう事例を、えー、皆さんがトライしてた、えー、と日になりました。一つは日本で あのー、ソニーミュージックさんとあとクラスターという日本の、えー、とメタバースのスタートアップがですね、えー、仮想空間の中で VTuber のライブをやるという非常に面白い取り組みをやっていましたでその VTuber も、まあ、家具やるなという非常に人気の VTuber ですし、えー、その仮想空間も単なる仮想空間ではなくて、まあ、ソニーミュージックさんが運営している、まあ、ZEP という あのホールネットワークがあるんですけどもその ZEP の名前を取って ZEPVR というような形で ZEPVR の中で VTuber がライブをすると、はい、まあ非常に画期的なイベントをやってましたあれもすごく盛り上がりましたしやはり VR ならではの,その演出もできるということで、うん、すごい非常に可能性を感じる日だったなというふうに思ってます。そそれはそののの VR VR 空間の中にこう VR の でしょうアバター的なお客さんが来てみんなでライブを楽しむという、ね、そうですねまさにそうですお<ー>もう一個実はアメリカのスタートアップも同じ日に似たようなことをやってまして「THEWAVEVR」という,うーアメリカのよりクラブ寄りの、えー、仮想空間の中にクラブを再現するような、まあ、そういったスタートアップがあるんですけどもうん、うん、彼らも、えー、イモゲン・ヒープという、まあ、女性アーティストなんですけれども、えー、彼女もいろいろ今までいろんな最新テクノロジーを活用しているアーティストなんですが、まあ、彼女が ザ・ウェブの VR の空間の中で、えー、ライイブをするとでイモゲンヒープのここはなかなかあの日本とはあの海外の文化の違いで面白いところなんですけども日本は VTuber 海外は、えー、とリアル風の、えー、アバターが出てくると、はい、でそのリアル風のイモゲンヒープのアバターが、えー、例えばこういうふうに手を挙げると,、えー、と背景がひょわッとこうなってすごくもうあのもうファンタジーの世界みたいな感じになったりとか。 まあそういった演出でライブをやるということをやってましたので、うん、まあ多分2018年8月31日はその 5G 時代のエンターテインメントに繋がるまあすごく画期的な一日だったかなと思います。おおはい面白いですね。型や V チューブでライブ型や型や。あとはちょっと AR で言うとえっ、ー、と今あの海外でホログラムのライブツアーというものが ちょっととずつ盛りり上がり始めてます初音ミクであるとかです、ねはい、日本だとそういう形なんですけれども、はい、アメリカだとあのロイ・オービソンっていうですね、まあ、<ー>あのいろんなヒット曲があるアーティストなんですけども実は彼は30年前かなに亡くなってるんですがそのロイ・オービソンが、えー、ホログラムになって3月か4月にまず UK とヨーロッパツアーをやったんですね17か所。 ホログラムになってログラムでロイ・オビソンがこう演奏はするんですけれども、はい、後ろのバックバンドはリアルな人たちと。はい、でこれって面白いけど成功するのかなってちょっとこう一末のなんとなくこう興味を持ちながら不安も持ちながら、えー、とこの前ウェブページを開いたら「はい、北米ツアー決定!」って書いてあったっ、はい、<laughs> これはすごいと、はい、すごいですね。はい、でもちろん DMM さんがやってる VR シアターの横浜のやつみたいにその「 常設というのはなんとかイメージが湧くんですけれども今回のロイ・オービソンに関してはもうあのハーフトンスクリーンを毎日つけてばらしてんんライブをやってばらしてつけてライブをやってばらすというような非常にそのリアルなライブビジネスに近い形で取り組んでいてしかもそれが結構な回数もライブをやってるっていうのがこれは非常に大きな流れかなと思います。うんなるほどですね。でうまくいって北米ツアーもやることになったと。 これは日本のアーティストでもまあお亡くなりになったアーティストが例えばライブをやるとかということも当然考えられますので、はい、まあなかなか非常に面白い動きになるのかなと。面白いですね。はい、今までなかった。で、<laughs> やっぱりそのプログラムは私の場合 AR というふうに思ってますので、まあそういったところのえっと広がりも今後ちょっと注目していきたいというふうに思ってます。うん、はい、ありがとうございました。えー、ではですね、あのここまでを踏まえましてエンターテックについて今後の展望こうなるといいな的なお話をしていただければ。はい やはりエンターテックの広がりでですね、えー、とまさに先ほど、えー、とカルチャーがアップデートされるというふうな話をしましたけれども、まあ、これは業界のカルチャーもアップデートされるのかなというふうに思っています。これはあのショールームの前田社長がおっしゃっていることなんですけれども、まあ、今まさに業界2.0へのアップデートが行われているというふうにおっしゃっています。これはショールームみたいなバーチャルギフティングのようなダイレクトで 消費者と音楽あのファンとつながって課金ができるというようなプラットフォームで、まあ、今までの、まあ、いわゆる芸能事務所だったりとかレコード会社とか、まあ、そういったその既存のエコシステムに頼らない才能の、えー、ビジネス化っていうのがどんどん生まれてきているということだと思うんですけれども、まあ、まさにこれが、えー、と世界で広がることも今可能になっているわけですよね。<laughs> やはりととか App Store とか あとは先ほど言った Spotify とか Netflix みたいな、はい、グローバルでコンテンツを配信してマネタイズをできるプラットフォームっていうのは非常に出てきてきると、えー、日本で作ったものが全世界にあっという間に広がっていくとそうですね、はい、でそれでちゃんとマネタイズもできるというこれは多分今までになかった時代だなと、はい、でそういったもので、えー、に取り組みやすくなってきてるというのが今の特徴なので、まあ、ここに参入してくる人たちがより増えてくると思います <laughs> まあ特にになんかは非常にもう大 大企業、中企業、小企業、えー、インディペンデント含めて、いろんな方々が参入してきてますよ、ねえー、全日本で5000人いらっしゃるという感じです、ね、全日本ですで、はい、すごいですよね。あっという間に5000人になって、多分年内にはもう1万人ぐらいいちゃうんですかね、これから。はい、<laughs> まあでもそれぐらいの勢いで新しい方々が入ってきていると、そうするとやっぱり、その中から、やはりまたこう大ブレイクするような V チューバーアーティストが出てくると思いますので、はいはい、そこには非常に期待しています。うん であとはやはりそのテクノロジーを持っている企業、例えば通信会社とか、えー、といったところがよりエンターテインメントに投資をしたりコラボレーションをしたりということもより増えて,きてもくると思いますしそのテクノロジーと、えー、そのエンターテックを活用した例えばマーケティングというものを施行して、まあ、ブランド企業、広告主というのも、えー、さらに、うんえー、参入してくるのかなといいいうに思っていますはいえー、鈴木さん、ありがとうございます。 今後エンターテックがどのような進化を遂げていくのかますます楽しみですね。えー、今日はパレードール代表でエンターテックアクセラレーターでもある鈴木さんをお迎えしてエンターテック最前線をテーマにお話を伺いました。あありりががととうううごござざいいいままままししししたたたではまたお会いしましょう